おはこまっちーハーチャンネル始めていきます。今日はマイライフおじいの続きやっていきたいと思います。現在日本シリーズ真っ只中、古巣ヤクルト相手に2勝3敗と負け越しております。あと1回負けたら日本一になれません。現在おじい調子は絶不調、あと2連勝頑張って日本一目指して今日も打っていきたいと思います。では早速試合いきましょう。地元で胴上げしたいんだ。楽天の優勝はいつ以来になるのかな。おそらくマー君がいた時以来になるんじゃなかろうか。さあ行きましょう。第6戦早速守備ですね。さあ年が始まる時に、おお浅村さんとトレードして楽天に来たんだよね。それを忘れてはいないぞ。吉典君うまい、これはタイムリーだ。ナイス、素晴らしい。オッケー、よしよしよし、オッケー、大量得点。スロースターが輝いているね。ストレートストレート、オッケーオッケー。これはちょっと一発狙おう。絶不調だけど抜けない。浅村さん浅村さん余裕でアウトの浅村さん、いいよいいよ、これピッチャー陣が頑張っている。ボールボール、星さん結構苦手なんだよね。変化球的には全然余裕なんだけど打てていなかった。やったー、絶不調だ。ありがとうございます。やったー、これは気持ちいい、もう圧勝だな。よしよしよし、いいよ。あ、拓也さん走ります、いいっすよ。大下さん走るならば、走ったならばミートだが、ここはランナーが一塁だったらば強振で打ちたいと思います。ほい、いやービビってますね。拓也さんにビビってますね。どうした、おい、よく見た、手が出なかったわけではない。いやー、畜生、結構マシンだと思ったんだけどな。風があるから引っ張りたいところ、うまい、これは超える、いいよ、しょー、タケさんゴー、ナイス。あれ、あとスリーベースでサイクルヒットじゃないか。これ来たぞ、これ来たぞ、やばいやばいやばい、絶好調すぎる。なお調子は絶不調。そうだよね、サイクルヒットだよね。日本シリーズサイクルヒットは史上初じゃないか。うわー、ちょいちょいちょい、スタミナが切れてるからか。危ない、オッケーオッケー。わ、これ外野前進してほしいな。外野前進だったらばって感じだったね。残念、まだ大丈夫、余裕で。うわ、このさ16点、この16点、もう3点だけで、あとは全部明日でいいと思うんだ。おお、やばいやばいやばい、大丈夫大丈夫、ちょっと流れ悪くしたくないからここで終わらせよう、任せろ。よっしゃ、勝利やった。あれ、ヒーローじゃない、圧倒的大勝ですね。ありがとうございます。絶不調でも完璧なホームランは打てるんだ。いやー嬉しいですね。そうだよ、先制打、そして追加点のホームラン、完璧でした、ありがとうございます。さあ3勝3敗タイに持ち込んだ、逆王手をかける。さっきの16点もったいないよな。では遊び読書いきたいと思います。中級打撃術、こちら読んでいこうかな。おそらくねすぐに破れるんじゃないかなと思います。よしよしよし、何冊か似たような本があるんで、これさっさと読み進めましょう。邪魔だからね。さあほんのりパワーアップでメイソンなチェンジアップ、これは勝ちましたね、やったぜ。さあ浅村さん今年 FA でトレードして来た浅村さんがアウト。おじいとねトレードしてもらったからね。さあゲッツ行くぞ、
おい、さあ抑えようぜ。よーし、オーケー、足早っ、スワーっていった。よしよしよし、1点取って、さあチェンジアップだぞ。ナックルカーブはちょっと手出さない、大丈夫。ビビってるね、外野前進の方がいいんじゃない。チェンジアップやー、そう変化レベル6だから意外と落ちるんだよね。よし、オーケー、ナイス。よし、待って、これ三塁いっちゃうかな、三塁いっちゃうかな、三塁いっちゃえ、いっちゃいっちゃいっちゃい、アウト。これおい、逆転、逆転したね。よしよしよし、メイソン不調だぞ、おじいも絶不調だけど、いや活躍したいね。チェンジアップは分かっていた、ちょっとね風を考えると引っ張らなきゃいけない。よっしゃ、いったぜ、ゼフ調でも関係ない。いや打てるな、ゼフ調でも。あ、2者連続、あマジやった、これは嬉しい。うわっと、もう1点取って、うわー、これはちょっとシーソーゲームだ。三振ゲッツないか、三振ゲッツないか、頼む、抑えて、ここしっかりとね、ナイス、いい球。え、でもまださ投げてんの、いい加減石川さん変わっていいって、追加点欲しいよ。メイソン引っ込んだか、あー沢村さん、うわ、ノリチカさん今何歳、41ぐらいでしょ。ゲッツ、よっしゃ、オッケー、ナイス、いいぞいいぞ、ナイス、よし、同点は回避。いやーでもダメだよ、ファーボールダメだよ、絶対あかんよ。うーわ、マジか、抑えろ。うわ、坂本くんにやられた、これも完全に悪いのピッチャーじゃん。うわ、逆転された、まずいな。うわー、3点差、まずい。中尾さん、うい、スライダー、やばい、勝ち運持ってんだ、この勝ち運が発動してたのかな、もしかしたら。何回から出てきてるか分かんないけど、やばい、頼む頼む頼む、ツーアウト、ツーアウト、よし、同点、来た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 、よーっしゃー、やったー、この一振りです、もう発狂ですね今のは。よし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 、最後は FA でさよならをした、あ嘘、トレードでさよならした、浅村さん抑えて、やったー、これ MVP モロタで工藤でしょう。絶不調でよく打ったね2本、今日、いや前の試合合わせると3本か。いやー、これは嬉しい、過去最高の日本一じゃん、完璧な下克上を果たしたね。まあ2位からなんだけれども、あ、今日はマスク取ってるわ、ちゃんとキャッチャー。いや、この前ね下克上を果たしたロッテに勝った時はマスクを取らなかったからな。いや、いい位置ですね。監督結局誰だったんだろう。勝利、うわ、大逆転勝利じゃん。いや、超乱打戦、18安打17安打。おじい、いや楽天ホームラン4本か、やるねー、これはすげえ気持ちいい。これ MVP ないかな。いやー、勝ち越し弾、あれがね9回だったらまたねすごいね、さよならで気持ちよかったよね。いやー嬉しい。待って、楽天の選手からバットもらえるよね多分ね、いつも通りだとしたらもらえると思うんだ。楽天の OB って誰がいんの、コーチコーチコーチに行く、上機嫌、監督高須監督、イエス高須クリニック、え待って待って、高須監督、グワー、メガメガ、いやー、これは嬉しいですね、本当に嬉しいやつ。いや、もういいよ、どうせ監督とはね今年限りだから。
2023年、うわー、おじいも丸6年経ちましたよ。ありがとうございます。待って、 MVP 選ばれないんか。あれ、ミッションクリア、ありがとうございます。盗塁だよね。盗塁20個ということで、契約更改の交渉材料、5年連続3割、2年連続30本塁打、おお、夢の4割達成、90本。これも交渉材料あるのか。さよならが上がる、パワヒ、これパワヒ入るんじゃないかな。きた、やったー。次はアーチストだね。さあ、首位打者、ホームラン王、打点王、三冠王ですね。そして最多安打、最高出塁、やった、日本シリーズ MVP ですよね。ですよね。あの活躍は、最優秀選手はシーズンの MVP ですね。で、ベストナイン、あとゴールデングラブと盗塁だ。これが取れない。2年連続の三冠王は、来年はどういう縛りでいこうかな。おお、山田哲人さんじゃないか。いやー、さすがですよ。盗塁王、負けてしまった。ファンが1991年、意外と少ないな。もっと増えていいぞ。練習をするということで、さて次は何をするかというと、いつも通りですね、一番低い項目、補給を上げていきたいと思います。まあ、せっかくのファインプレーもエラーで台無しになるからな。そう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 。ではエラーをなくすためスペシャルメニューを用意しよう。いいよ。でも結局ね、練習しないけどね。補給が上がる、 OK。さあ、ついに来たぞ、契約更改だ。そこに座りたまえ。まずは契約更改の